銀魂より皆様に重大なお知らせ。去年大ヒットした映画銀魂ですが、一部のセリフを謝罪いたします。最初で最後の実写版銀魂、最初で最後の実写版銀魂、最初で最後、ごめんなさい。銀魂 The Movie 2、 過去狩り MAX、 無駄遣い。皆さん、盛り上がる準備はできてますか？もう一回できてますか？ではまずこの方呼んでみましょう。エリザベス、エリザベスが登場だ。さあ、ではエリザベスを迎えたところでこのお祭りスタートして、ちょっと勝手に、なんで真ん中行ってるの？どうしたの？なんで指差してるの？なんかあるの？そこダメだって、その近くダメだって。何、幕を引っ張ったらダメだって。幕を引っ張って、清楚で優しそうなルックスとは裏腹にやたら戦闘能力が高い志村大役、長澤まさみさん。狂乱の貴公子の名を持つバック指名手配中の上位獅子、ズラこと桂小太郎役、岡田将生さん。江戸幕府第14代征夷大将軍徳川重重役、勝地涼さん。ド M のくの市、猿飛あやめ役、夏菜さん。銀時が頼りにするからくり堂の店主、江戸一番の発明家、平賀源外役、室剛さん。そして本作ではキャバクラ店長を演じられました佐藤二朗さん。新選組副長、土方藤四郎、そして別人格、ペタレオタクトシー役、柳楽優弥さん。新選組参謀として政治面で活躍する一方、剣の腕も一流という才人、伊藤鴨太郎役、三浦春馬さん。表の顔は音楽プロデューサー、しかし裏では高杉率いる武装集団騎兵隊に所属、川上万歳役、久保田正孝さん。一番隊隊長、新選組随一の剣士、そして超絶腹黒毒舌ド S、 沖田総合役、吉沢亮さん。よろずやのリーダー、普段はぐうたらだけど仲間を守るためにはキリッと光る銀髪天然パーマの主人公、坂田銀時役、小栗旬さん。よろずやで働く少年、本作のツッコミ担当、志村新八役、須田将暉さん。宇宙最強を誇る野党族、大ぐらいで凶暴毒舌少女、本作のヒロイン、神楽役、橋本環奈さん。そして本作の名本を取られました福田雄一監督です。改めて映画銀魂2、おきては破るためにこそある、監督キャストの皆様に大きな大きな拍手をお願いします。通勤中の皆さんにトッシーから一言。働いたら負けだと思ってる。そろそろ準備しないと遅刻しちゃうぞ。やべえ銀魂2。ねえ、スキップするんでしょ？どうせ君もスキップ。はい、できませんでした。銀魂2ハレージナのフライ、今度のアクション半端ないって。そんなできひんやん。普通言っといてよ、できるやったら。終わった、何もかも終わってねえぞ。ほら、平成最後の夏は銀魂祭り。銀魂だよ、全集合。天下一トスパです。銀魂2。じゃあまずは改めて皆さんから
本日ね、もうこの映画大期待してる皆さんにご挨拶いただいてもいいですか。せーの、本日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、冒頭から掟を破って、まさに掟破りで登場したこのイベントですけれども、まずはキャストの皆さん、この銀魂2を見た感想を一言ずついただければと思います。ちょっと長かったですね。こらなんでそんな、なんで最初にそんな、最初初めて聞いたよ。2時間14分そうですね、はい、ちょっと長い、14分あと削れば2時間。やめろそんなこと言うんだって、どうしようもないじゃん。もう一瞬にして終わりますよ。すげえ汗かいた。監督がもう油汗。主役に長いって言われた初めてなんですけども。いや、でもその長さを感じない素晴らしい映画になっていたので、皆さん今日楽しんでいただけると思います。須田さんいかがでした、ご覧になって。いや、面白かったですよ。はいはい、すごい楽しかったです。けど自分が面白かったでしょ。え、こんな面白い自分なかなかねえなって思った。いや、そんなことないですし、やめろそういうの本当。いやいや、ほらこれからなんだよ舞台挨拶。いや、本当にやめろとか言うな。よく分かってきた。いや、でも本当に何ですかね、ツッコミがもうちょっと欲しいというか、前半に関しては。でもそれ以上にやっぱ後半に感動しました。僕らがいないところが本当に感動しました。まあ、それがお二人のね、なんか、まあ、隣で見てたんですけど、終わった瞬間にかっこよかったねって言ってましたね。かっこよかったな。かっこよかった、本当に。橋本さんいかがでした。はい、新選組がかっこよかったです。本当にそうなんだね。ですし、まあ、でも前作よりもすごいなんか全ての部分でパワーアップしてるんじゃないかなって思いますね。期待をしていただきたいです、すごく。じゃあ、そのかっこいいと、柳楽さんいかがでしたか。いや、本当に柳楽君キャーって言われてるよ。あ、ちょっとありがとうございます。ちょっとキャーって言われて持ってかれちゃおうかなと思ってます。今喋るからね、柳楽がキャーやめとこう、ごめんなさい。ありがとうございます。カッチリ聞こえた今、ヤギラっていうプレート持ってるから。やった、ありがとうございます。銀魂を通してちょっと人気上げていきたいです。映画の感想と新選組頑張ってるんでよろしくお願いします。なるほど、ありがとうございます。三浦さんいかがでした。前半はあの腹抱えて笑ってました、社会で。もうそれほど本当に面白いですし、もう前半言うことなしの面白さですよ。じゃあ久保田さんいかがでした、ご覧になって。いや、唯一一人だけなんですよね、騎兵隊がいるのは。それがちょっと寂しいですけどね。あ、そうだね。まあ、でもこうね、真面目にやってて、で前作、あの前菜昨日なんですよ、僕見させてもらったのが。そうですか。なんかもっとコメディやりたいなと思いました。なんか真面目にやってるのちょっとバカみたいな。いやいやいや、ほらほらほら、前回の荒井博文と同じこと言ってた。そうなんです、そうなんです。ちょうど銀魂入る同じ愚痴をずっと言っていたんだよ。荒井さんと直球大役やった映画があって、その時に銀魂よろしいじゃん、うわ外れ口引いたぞお前ってすごい言ってた意味がすごい分かりました。吉田さんいかがでしょう。吉田さんはご覧になって。いや、でも本当に面白かったです。なんか前半と後半でなんか作品が違うんじゃないかなぐらいテンションが変わってて。言っていいんだぞ。最高でした。自分どうだったんだ。吉田亮ですか。うん、めっちゃかっこよかった。おお、来たね。言わなくて。すげえな。すげえなと思って。あいつすげえな。来たよ。すげえよ。まあでも本当にすごい頑張ってかっこつけたんで、ぜひ楽しんでください。かっこいいですこれね。これこの後ご覧ください。てめえら何しやがった。今度の銀魂は熱い。手離せって言ってんだ。新選組を守ってくれ。くたばるんならな、大事なもんの傍らで剣振り回してくたばりやがれ。墓場まで送ってやろう。中澤さんいかがでした。はい、2はギャグ映画だからって監督から聞いてたんで、あこういう映画だったんだってすごい途中からびっくりして、同じ作品に出てるとは思えない、なんか複雑な気持ちになりました。岡田さんいかがでした。何度もね今言ってますけど、新選組が本当にかっこよくて、僕本当カツラ本当一瞬一瞬の飛び道具的な扱いで、なんか何しに来たんだろう現場にって思う時の、本当思うぐらい監督とずっと喋って終わるみたいな感じでしたよね、なんかね。いや、でも冒頭のあの面白い場面をやってくれてるのはすごく嬉しいですよ。そっか、あれでクランクアップしたんで、まあ今から見ていただくんですけど、うん、もう先陣切るのはカツラですかね、今回ね。そうですね、一番最初に映るのはカツラですから。ありがとうございます。それをぜひ楽しみにしてください。
楽しみしてください。はい、勝地さんいかがでした？そうですね、いや皆さん言ってますけどやっぱ新選組のアクションがかっこよかったですし、ただまさきはねでもそのアクションがこういろんなところに場面つながるところも出てくるじゃん、出てくるかっこいいじゃん、俺出てこないからね将軍出てこないのよ。将軍面白かったですよ。あ、本当夏菜さんいかがでした？ご覧はい、まあ今回は岡田くん含めここら辺はみんな出落ちなのでね、まあそんなことないよ、そんなことないですか、うん、いやでも本当に私はギャグパート基本出させてもらったのでもう後半は違う作品として見てました。完全にこんな涙出るのかってぐらい私も感動した作品でした。ありがとうございます。ブローさんいかがでしょうか？いやもう本当に本編の中身は皆さんが言った通り皆さんがかっこよくて面白くて本当に見る価値のある映画だなと思ったことがまず第一つと、まず本当にでも本気で思うのはですね、この映画始まった最初の1分ですね、はい、これをやる勇気があるのかと。あいやそうですね、本当の皆さん最初に始まった時に僕の言ってる意味が分かると思います。始まりましたからとんでもねえことやり始めたなこの人たちと思います。それは福田雄一監督をはじめ皆さんがとんでもないことが最初の1分始まりますが、それを とにかく見届けてあげてほしい。そうですね、あと最後のエンドロールもとんでもないことやってるんですけど、エンドロールまで楽しい、エンドロールはとても楽しい、エンドロールみんな思ってます、勇気っていう同じ感想を抱くと思いますが、最初の1分も勇気と思うと思います。そうですね、僕そこがおすすめですね。本編はもう皆さんおっしゃると、はい、佐藤さんいかがでしょうか？僕はね実はこれいいよな、さっき福田にもメールしたんですけどね、実は昨日見ようとして見始めたんですけど、ちょっと今朝早くて、それでねあまりにもね新選組のやつがかっこよくて、ほんで泣けるし、もうめっちゃジンときて、俺多分このまま最後まで見たら役者として悔しいっていうか、なんか俺も頑張らなきゃっていう体が熱くなって一睡もできなくなるなと思って、ここから後半はちょっと別にしないと明日早いしっていうんで途中までしか見てない。いやそれぐらいでもね最後まで見てないんですこの人。そうだ、でもそれぐらいすごい悔しかったんだって。ちょっと悔しくなっちゃうじゃん、ああいうとしてはだって何悔しくなっちゃうじゃん、ああいうとしてはって言ったと、なんで2回言わせるの？前半の自分のとこだけ確認したんでしょ？違うよごめん、正直言うとそこは2回見たよろずやのお三方、今回共演シーンがやっぱり前作よりもとても多くなっていて、しかもキャバクラだったり床屋さんだったりと、もうめちゃくちゃ笑えるシーンがもう目白押しなんですけど、実際演じてらっしゃって笑って演技できなくなったりとかなかったですか？しゃくれなきゃいけないところがありましたあれ今目頭押さえてらっしゃった、今しゃくれ、はいはい、しゃくれで、はいはい、そこで、はい、まず自分たちのエピソードとしては、僕が監督にガシャンウィーンって感じでしゃくれてほしいって言われて、それが完璧にうまくいったタイミングがあったんです。ガシャンウィーンって、もう俺完璧な音が聞こえてしゃくれたと思ったら、横の須田が笑って横でツーショットで撮ってて、絶対新八がそこ突っ込まなきゃいけないんですよ。ギサーンって言わなきゃいけないんですけど、そこで完全に笑うっていう。いやあれはね、本当僕の頭の中で流れてるガシャンウィーンと小栗さんの中で流れてるガシャンウィーンがぴったりだったぴったりだったんですよ。あれはね、本当に面白かった、笑ってしまったっていうのはありました、ね、そして皆さんからかっこいいかっこいいと言われていた、ね、その柳楽さんですけど、今回は鬼の副長の土方がそのアイドルオタクのトッシーという別人格になってしまうと、あれ演じられていかがでした？ちょっと土方がかっこいいんで、トッシーやってる方が楽しかったなっていうのは正直ありました、うん、はいまあスワッチの方が近いんだもんね基本的にね、トッシー側だもんね普段の役の内側だと思うんで、すごくトッシーの方がやりやすかったです。確かにめちゃめちゃ生き生きと演じてらっしゃいましたけど、ただ変わり目かっこいいね。本当ですか？本当すごいかっこいい、ね、ちょっとなんでいちいち吉沢を触るのちょ俺とこれはでもお寮だからじゃない、俺隣の人触る癖はある。ああそうそうあるね、あそれは誰でも、うん、そして三浦さんはね、先ほどなんかコミカルなシーンとかもねやりたい的なとこでも、今回かなり激しいアクションシーンやってらっしゃいます。演じられてみていかがでした、三浦さん？あえて言うと、ワイヤーアクションをさせてもらっていて、で僕はそこまで大変ではなかったんですけど、ただ勘九郎さんが
下を向いて長いあの1ページぐらい の, あのセリフを僕に向かって喋らなきゃいけなかったんですけど、もうただでさえワイヤーアクションってあのテンションがかかるからすごく辛いのに、その勘九郎さんは逆立ちのような状態になって長ゼリフをうわーって喋るんですけど、血が昇るじゃないですか。その中で完全に覚えていたとしてもセリフを、すごいよねあれね、飛びそうになるんですよ普通は。だけどそれをもうバシッと決めていただいて、多分そこも見どころの一つだと思うんですよね。銀魂2メイキング豪華キャスト編、2017年ナンバーワン大ヒットの銀魂、ついに続編公開。今回の物語は新選組動乱編と将軍接待編のハイブリッド超大作。新たなキャストとして登場するのは三浦春馬、久保田正隆、勝地涼、徳川重重だ、夏菜、キャバ嬢になれ、そして堤真一。今度の銀魂はもっと笑えて、もっと泣けて、もっと熱くなる。平成最後の夏は銀魂。お前本当になんかされねえな。そして久保田さん、ね、小栗さんとのアクションシーンすごかったですけども、すごかったですね。しゅんさんは本当一撃一撃が強かったんですけど、三味線音だとね、やっぱ三味線の先っちょがちょこちょこしゅんさんにぶつかるんですよ、ボコボコ。それが申し訳ないし、ね、今回ね、三味線からね出るんですよね、あれがね。そうそうそう、あの ね、そうなんですよ、原作はね。そうなんですよね。でも今回ちょっとオリジナリティがあってね、オリジナリ違うとこから出るんですよね。違うオリジナリティ、三味線しょってる意味ないんじゃないかなとかね。まあでも一応音楽プロデューサーだから ね、そうなんですよ ね、 トビとしてね。そうなんですよ、だからいずれこのね三味線しょってる意味っていうのはね、解決していただかないと。ずっと小栗くんにね、撮影中かっこいいよかっこいいよって言われてたもんね。小栗さんずっとかっこいいよかっこいいよって言ってたんですか、小栗さん。あ、だから僕あのとにかく盛り上げようと思って、いやでも本当に久保田君マジでビジュアル超かっこいいよって言うと、途中から久保田君がもうそれいいっすよっつって。そして吉澤さん、沖田と神楽の共闘シーン、これファン待望だと思うんですけども、いかがでした？いやでもすごい難しかったです。なんかその2人でこう戦ってスピード感とかも全部合わせなきゃいけなかったので、ね、練習も1回しかできなかったしね。そうなんです。あ、うわそうなんだよ。練習1回なんですけどね、時間がちょっと短くなってそう、僕があのスタジオを間違えて全然違う場所行っちゃって、でその日に40分ぐらい遅刻してしまい、多分2人で合わせられたのも15分ぐらいの感じになっちゃいましたね。それは本当に申し訳ないことをした。でもその時にすでに結構練習されてたので、僕はい、もうもっと早いよって言われてたんですよ、私のスピードがちょっと遅いって言って、結構スパルタに怒られました。で長澤さん、あの新八のお姉さん演じられて嬉しかったとね以前おっしゃってましたけども、久しぶりに今回再会していかがでしたか？はい、あの前回はもう新八とは最後しか会ってないんですね。そうですね、だから一緒のシーンがまあなかったみたいな感じだったんで、やっとなんかお姉さんらしいことができて嬉しかったですね、うん、そうですね、はい。そして岡田さん、女装にもチャレンジしてらっしゃって綺麗だった。綺麗でした。綺麗でした。そうなんかね。綺麗だった。今日僕お昼にこの映画見たんですよ。降る前に。で久々にそう、その女装姿を見たら、俺もなんか綺麗だなって。そう。自分でもなんかちょっとみんなすごい褒めてくれたんですよ。綺麗だよ。綺麗だよってすごいみんな言ってくれたから。その時自信なかったんですけど、あの見たら綺麗だなと。そして勝地さん、今回あの将軍役を演じるにあたってオファーがあった時どういうふうに思われました？いや将軍役ですよ。年末、本当去年の年末12月本当師走30日くらいに福田さんからメール来て、何月ぐらい空いてるって言われて、あ、銀魂じゃねと思って、え、マジでと思って、ですぐ即答でやりますっつって、でそこから徳川重重だったりとかいろいろ足軽問題だったりとかいろいろ調べてあれ 俺すごいとんでもないものを受けちゃったなっていう感じでありましたけど、まあ、とりあえずやることは体鍛えることと、まあ、こっちに足軽問題はもうどうすることもできないいやいやいや、はいはい、あの夏菜さん、今回どんな格好されたかっていうと、ね、これ言っていいんですかね。いや、いいんじゃないですか。いいのか、はい、まあ、ボンテージを着るってことで、まあ、ボンテージ着ることなんて、まあ、もうないだろうから
一生懸命体を鍛えてたんですよ、このために。そう、鍛えたもう何ヶ月も何ヶ月も鍛えてたんですよ、うん、そしたら撮影当日にぎっくり腰になっちゃって、それでめっちゃ面白いんですよ、皆さんやってること。だから一人でってもう笑うと痛いから我慢して笑ってましたね。そして室さん、はいはい、あの福田組常連ですけれども、うん、今回の福田組はいかがでした、室さんから見て。いやもう本当に先ほど言ったよりふざけ切ってますし、かっこいいシーンを撮る撮れる撮りたくなってきたんだなっていうのも。俺撮れたね、俺撮れたよ前回も感動のシーンもあったし今回もあるし、うん、俺撮れたよ。でも調子に乗んなよお前、本当に何回も言うけど俺撮れた何回言うんだよ。いや今回は特別にという部分もありますし、いつもながらのそのちゃんとふざけるという部分もありますから、そこは皆さんも思う存分楽しんでもらいたいと思います。あ、またもう一回言いますけど、最初の1分、あ、この勇気はすごいなと思っております、うん、本当に、はい。そして佐藤さん、あのもともとその今回も登場するって、そのキャストは発表されたまま役柄がベールに包まれていたと。そうなんですよ、ね、あの最初に多分福田と小栗がっていうか、まあ福田だよね、悪ふざけで、あの僕出演者で僕を解禁して、それでだけど最後の最後までビジュアル、この映画最後のビジュアルで堤真一さんとね、和知と夏菜が発表されても俺役名発表されないんで。いやだからビジュアル発表した時に、いや俺ファンの方って結構分かるだろうなと思ったんで。でもいろいろ論争があったよツイッターね、全然なんか分かんない。本当俺ものすごい現場で、他の撮影の現場で聞かれるんですよ、他の二郎さん結局銀魂何の役なんですかって言って、はい、聞かれるっていうか、もうほとんど怒られるみたいな感じで、なんで俺が怒られてんだろうと思いながら、まあまあ、あのでもね、もう、うん、うん、そういうことです。まあ大丈夫、普通にキャバクラの店長です。キャバクラ店長。キャバクラの店長。お時間も迫ってまいりました。それでは最後に小栗さんの方から、これからご覧になる皆さん、そして全国でこの銀魂2を楽しみにしている皆さんに一言いただいてもいいですか。面白い映画です。みんな笑って泣いて熱くなってもらえる作品になってますので、ぜひ映画館にいっぱいの人たちが来てくれたら嬉しいなと思います。せーの、今年の夏も銀魂。ありがとうございました。銀魂2キャスト監督の皆さん、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。初体験の皆様へ銀魂の世界観をご紹介。舞台は江戸歌舞伎町。おお金のないぐうたら侍の銀ちゃんが、き奇妙奇烈な仲間たちとバイトしましょう。しまってしまった。てんやわんやで働いて、どうも。やあ、闇でうごめく陰謀に本格的に巻き込まれ、やってこい将軍。ブーブーブー言いながらも、てめえら仲間のために戦って、何しやん、理屈抜きで笑って泣いて熱くなる。俺の守るもんは何一つ。